はい、それではプロコフィエフ交響曲第5番の解説を始めていきたいと思います。この曲はですね、もう全体を通じて特に技術的にも難しい部分がたくさん出てきますし、であと調整も、目まぐるしく変わる、曲になっていますので、あの調整をに注意していただくということがポイントになってきます。はい、早速、第一楽章から、解説を始めていきたいと思います。まず、3小節目なんですけれども、この、16分音符の、この副譜点の休符と16分音符からの入りですね。この入りをしっかり16分音符単位でリズムを刻むことがポイントになってきます。このリズムをしっかり刻んで、このようにタイミングを測って入っていただきたいと思います。でその後も同じ形になりますね。で、そして7小節目からなんですけれども、ここもはもう大、ハーフポジションでも普通に取っていただければ問題ないと思います。で8小節目以降からもほとんど同じ形になってきます。で、そして、12小節目からですね、ディビージとして、オクターブユーズになってきます。もちろん、下の、下のあのパートが、しっかり出して、いただくということと、まあ、上のパートも、下のパートにうまくノックオクターブで乗っかるというイメージで、弾いていただけたらと思います。はい、で、その後もずっと同じ、ディジが続いてきます。で、そして17小節目からですね、この5弦の音域が出てきます。まあ、5弦の方も、まあ、できれば、まあ、5弦の方が、まあ、はなるべくインに座っていただきたいんですけれども、で、まあ、アウトの方が5弦になる方はうまく、ディビジを入れ替えて、まあ、臨機応変に対応していただけたらと思います。はい、そして、ここからまた次からまたピッチカート、そしてあることまた、ね、目まぐるしく、持ち替えがあるんですけれども、まあ、しっかり特に遅れないということですね。で、特に小節の段をまたぐ部分がとこに出てきますので、そこでピッチカートの持ち替えとかアルコの持ち替えがあるという時は、しっかり、前もって、手書きで書いていただくことをお勧めしたいと思います。はい、もう、ポジションはですね、まあ、もう普通にもう、アウトの方はもう弦線で、そしてもう、インの方はもう全てアーセンで全て取っていただければ問題ありません。同じ形が22小節目からの2小節間も続きます。はい、そして、25小節目もほとんどオクターブなので、これも同じ形になりますね。まあ、特に下の方がたっぷりと弾いていただけたらと思います。はい、そして27小節目から4分の3拍子になるところもほぼ問題ありません。そして、29小節目、ここが大きな、テーマになっていますので、ここエスプレッシーボと書いてありますので、たっぷり、弾いていただきたいと思います。で、ポジションはですね、ま、2拍目は普通に、ハーフポジションで取っていただきたいのと、で、その3拍目以降なんですけれども、もうここはここで、ここがポイントになりますね。まず、チスを1で取りまして、まあ、ポジションでいうと第3第4の中間ポジションなんですけれども、ここで取りまして、あとはもう全て D 線で降りていくという形になってきます。もう一度弾きますけれども、このような形になります。まあ、今のパターンが、まあ正解というわけではないんですけれども、こちらを私はお勧めしたいと思います。はい、そして、31小節目からも、まあ最後のこの D を、開放弦で取るかっていうのとか、あえて押さえて弾くのかっていうのもポイントになってくるんですけれども、まあこういうポジションで来ると4っていうふうに地図を、その前の地図を4っていうふうに取りますので、まあ、ここはもう無理せずに、もう開放弦で握っていただいて構わないと思います。はい。で、そしてその次なんですけども、35小節目、ここも、大きなポイントになってきます。で、
まずポジションなんですけれども、最初のベイ、まあ普通だったらもうほとんどこちらで取ると思うんですけれども、ここはあえて A 線でスタートして、もうこうすると、第2、第3の中間ポジションで取ると、もうフィスまでが全く同じポジションで取ることができます。そして、3番目以降からは、もうすべて、もう弦線で1本で取っていただいて、このような形になります。もう一回弾きますけれども、先ほどのこのツェから以降はもうさまざまなポジションがありますので、まあ、やりやすい方法を考えていただけたらと思います。はい、今日はこんなところになります。いかがでしたでしょうか。特に、第一楽章はですね、もう非常にアンダンテっていうと非常にテンポが、ゆっくりになるんですけれども、まあ随所にポジションが難しいところが出てきますので、もうこのテンポをしっかり守りながら、しっかり、やりやすいポジションを考えていただいて練習していただけたらと思います。はい、1回目の解説は以上になります。ではまた次回。